皆様おはようございます。キンパミでございます。今日はですね、東京駅におります。これからね、山形県の温泉地を、まあ、2カ所ほど回っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらの新幹線で今回向かいます。とりあえずね、本日は上の山温泉に行きます。はい、上の山温泉に到着いたしました。こちらね、山形三大温泉とされてましてね、いやー、こちらでゆっくりするのが楽しみだな。しかし結構こちら雪景色な感じで、まあ光景としては癒されるんですけど、結構寒いのでね、早めに温泉に入りたいところです。まあその前にね、一旦腹ごしらえです。ランチです。こちら結構観光案内があるんですね。こっち側ですかね、多分あっち側だと思うんですけど、上の山城とかいろいろあるんですね。主にお寺とか神社とかお城ですね。はい、たどり着いたのはこちらのイビザでございます。お腹空きましたね。ランチにしましょう。洋食のお店ですね。楽しみです。器気をつけてね、暑くなってます。めっちゃうまそう。上のこれ、ふわふわ、うまっ。天才。スフレのふわふわさとチーズのアクセント、そしてチキンライスのうまさが本当に噛み合ってます。美味しい。ごちそうさまでした。いやー、エビさんスフ
フリハンバーグめちゃくちゃ美味しかった。いやこれ関東でも食べたいな。いや本当に美味しい。というわけで、ね、これから宿に行こうと思います。送迎バスで行くんでね、ちょっと行け前に一旦戻ります。おっと、早速あちらにあるのは送迎バスですかね。私が泊まるホテルの、ホテルというか旅館かな、旅館の送迎バスですね。そういうのを煮込んでいきたいと思います。バスが着いたタイミングであちらの駅まで迎えに行ってくれるみたいですね。まあ私はあっちからご飯食べてから来たんで関係なかったんですけどね。はい、今回宿泊するのはこちらの保養でございます。こちらはですね、なんと、プロが選ぶ旅館ホテル100選だったっけな、これにランクトップ10に40年間ずっとランクインしてるらしくて、凄まじいですね本当に。というわけで、ね、こちら楽しみにしてます。入っていきましょう。はい、私は今回宿泊いたしますのはこちらの611のお部屋でございます。こちら蔵王連峰の側のお部屋ですね。飾りのお皿が非常にいいアクセントを出しています。早速入っていきましょう。よいしょ。さあ素敵な入り口の方ですが、左側に見えるのはこちらの姿見でございます。で右側にですね、こちらの靴箱がございまして、こちらにスリッパがあるんですね。スリッパで館内を過ごすことができます。こちらに座ってね、靴を脱ぐんでしょう。私の靴はありません、すでに脱いでいました。でこちらまず見えるのはこの素晴らしいリビングです。いいですね、こうおしゃれというか本当に綺麗ですね。まずシンプルに、で家具でございます。このソファー、大きいソファーですね。こう寝れますね。こう寝れるやんソファーでございます。本日も使っていきましょう。でこちらにもう一個ソファーに素敵なサイドテーブルでございますね。でこちらにですね、いやー何と言えばいいか、私の語彙力がねなかなかなくて、この空間の美ですよね。こちらのスペースにこの雰囲気のあるイラストでね、こちらにねお水のサービスがありますね。こちら非常に助かります。で電気ポット、冷蔵庫は何も入っていないですね。なので普通に使いましょう。せっかくなんでね、ついている天然水を入れて冷やしておきましょう。リビングの右手側には大きなテレビがありますね。いやーすごい、これ 4K も
見れるんじゃないでしょうか。でこちらに空気清浄機、こちら加湿もできるタイプなんでこの時期助かりますね。でゴミ箱にティッシュ、そして、ね、テレビのリモコンとございます。で部屋の案内がありますね。そしてメモ用紙にフロント用への電話で、左手には素晴らしい間接照明があります。今回なんといってもね、やはりこちら素晴らしい景色見てください。こんな見晴らしのいい部屋なかなかないですよ。本日ね、いい感じに雪景色となっておりまして、あちら側に見える山々は蔵王連峰でございます。本日結構曇ってるんですけどね、ただ雪景色の場合これぐらいの方が雰囲気があるんじゃないでしょうか。何でも晴れていればいいというものではございません。そしてクローゼットにはですね、まあ、ハンガー掛けとあとは浴衣がそれぞれあるんですね。細かく、足袋とか浴衣とか浴衣のそれぞれのサイズがすごい細かく分けられているんですね。いやめちゃくちゃ細かい。で岩見に行く用のカゴでございます。これがあるとないとでね全然違うんでね、これがない時用にもうエコバッグを用意しているぐらいなのでね、非常に助かりますね、こういうのがあるのは。そして、ね、奥側に行きますとベッドが2つあるんですね。いや本当に素晴らしいベッド2つあるんですね。今回も就寝用と仮眠用ってできちゃうんじゃないでしょうか。あちらの装飾もね非常に素晴らしい。間接照明にこのアートのようなやつで、また間接照明ですね。でトイレですね。トイレはこれは自動で開きましたね。最新式のハイテクトイレです。もちろんウォシュレットもございます。はい、お待たせいたしました。今回のメインディッシュ、そう今回露天風呂付き客室でございます。こちらの洗面台はまた立派でですね、もう綺麗すぎます。快適でね、やはりこちらのお風呂じゃないでしょうか。いや本当に素晴らしい。景色もねバッチリ見えますよね。こちら半露天風呂っていう括りだそうですね。こちらもちろんね温泉が出ておりまして、源泉かけ流しでございます。で源泉熱いらしいのでね、ここで水を出すことで温度を調節できるそうですね。まあでもそんなにめちゃくちゃ暑いってわけじゃないんでね、このまま入ってもいいんじゃないでしょうか。窓でも開けてね、雪景色を見つつ温泉に入るというわけでございます。シャンプーとシャワーもなんだかすごく良さそうな感じ。アメニティも非常に充実してましてね、これは本当に助かりますね。肌に優しいです。さあいかがでしょうか今回のお部屋。今日ここに、ね、一泊しますんでね、よろしくお願いいたします。で今回の値段なんですけども、金曜日に泊まって37,620円ですね。一泊二食付きです。いやこんないい部屋に、ね、この値段で泊まれるのはね妥当じゃないかと思います。じゃあこれからねお風呂に入ったりゆっくりしたいと思います。よろしくお願いいたします。かなり広いホテルなのでね、いろいろと回りたいと思います。さあ館内も散歩いたします。まずここが入り口で、ここから入るわけですね。でここからロビーでチェックインする形です。こちらにたくさんの胡蝶蘭が、いやすごいですね、こんなにたくさんの、作るの大変だったでしょう。でこちらの喫茶店でチェックイン前にお茶を出してくださるみたいですね。かなり広々としていいんじゃないでしょうか。でこちら廊下、かなりもうロビーから立派なんですよね。ありまして、でお部屋にも浴衣がたくさんあったんですよ。こちらでも様々なサイズがございます。あちらで足りなかったらここから引っ張ってこれるんですね。で
こちらにはアメニティやお子様用の浴衣がございます。でこちらお土産どころなんですけども、これは3時から開くみたいです。今だいたい2時半ぐらいですので、そろそろ開くんじゃないかと思います。開いたらちょっと入ってみましょうね。でこちらではなんか陶器、なんかお皿に絵を描いたりする楽焼き体験っていうのが、楽焼きって読んでいいのかな、体験っていうのができるみたいで、こちら16時からやってるみたいですね。後で行ってみましょうか。なんか楽しそうですね。いろいろと体験ができる。後ろには自動販売機があるんで、好きな時に好きなものを飲むことができますね。でこちらに資料がありまして、これホテルの中散歩するだけでなんか博物館にいるような気分ですね。こちらに楽焼きの資料が、あ、遺跡が、売店の奥に遺跡があるんだ。あ、なるほどね、売店が開いてから行くっていう形ね。後で行きましょう。読み方は楽焼きで合ってるみたいですね。よかったよかった。その奥には大浴場がございます。日中というか今日は女性用で、で夜が明けて朝になると男性用になるみたいです。明日のね朝入ってみましょう。それぞれの楽焼きがもうたくさん飾ってありますね。いや素晴らしいものすごくでっかい壺発見した。これ割ったらものすごい額の弁償が来るぞでこちらには素晴らしいお庭のようなものがありますね。いやなんだか素敵な気分になります。こっちにサンタクロースが、まあもう明後日がねクリスマスですもんで、季節物がしっかりとあるんですね。でこちら楽焼き画廊、今通ったところですね。いろんな楽焼きがあります。階段の脇にふとあるこの小物もまたすごく好きなんですよね。なんか可愛らしさを感じるんですね、この小ささと言いますか。いやー非常に素晴らしい。しっかりと雇用って書いてありますね。はい、登ってきて2階の方に回りました。こちらですね、目の前には山形県産バーよピカリっていうのがあるんですね。こちら夕食後ぐらいにですねやってるんじゃないですかね。山形県産のお酒をたくさん飲むことができるみたいですね。ワンちゃん食事後に行ってみましょうか。いやこちらも楽しみだな。こちらにメニューもありますね。でこちらの方には食事どころがあるんですね。それぞれ食べたい時に、食べたい時というかお食事時にこちらに行って、それぞれ確か個室だったような気がしますね。後で確認しますけど、こちらで料亭やまびことなってますね。こちらで食べていく感じとなります。こちらの飾り物がまた素晴らしいですね。この人は一体誰だ素敵な壺、なんかいろいろ書いてあるんですけど、ちょっと私の教養ではどうも読み切れないです。はい、部屋に戻ってきたんですけど、テーブルの上の木箱の上にお菓子があるということなんですね。こちら無料でいただくことができるみたいですね。いやーいいですね、サービスが素晴らしい。館内はねフリー Wi-Fi 完備だそうなので後で使ってみます。部屋入った後にまたなんか雪がちらついてきたのでちょうど良かったかもしれないですね。なかなかいい感じの雪景色じゃないでしょうか。では早速ねこちらのお風呂入っていきたいと思います。最高っすねこれは。足に伸ばせて景色もしっかり見えて、
冬の質はいいよね。もう最高っすわ。ああ、ここに住みたい。はい、8階の蔵王の露天風呂ですね。大浴場となっております。こちらですね、日中は男性大浴場、翌朝女性用となります。現在空いてるという表示が出るんですね。素晴らしいことです。編集中の金髪です。8階の大浴場はこのように広い上に超絶景です。さらにサウナに水風呂もあって、至れり尽くせり状態。泉質はナトリウムカルシウム塩化物硫酸塩温泉、メタケイ酸が多く含まれており、 1000ml に対し 50mg 以上が美肌の湯として有効とされている中、この温泉ではなんと 76mg 含まれています。いい湯でした。見上げどころが開きましたね。入っていきましょう。たくさんの素晴らしいお土産たち、あ、可愛らしいぬいぐるみが、お土産たちが所狭しと並んでいます。七町の釜跡っていうのがあるんですね。山形県指定文化財として、これが釜跡なんだ。ここから見上げるわけですね。こうやって室内から、寒い時期でも室内からこうやって文化財を眺めることができるわけですね。こういう体験もできるんですね。すごいな。いい旅館だ、本当に。実に雰囲気があります。こちらには楽焼きの画廊があるわけですね。所狭しと並んでまいります。ところどころにもうこういうのが置いてあるわけですね。神社についての説明がございますね。これが神社ということで、お参りすることができるみたいですね。こちらの喫茶店なんですけどもね、こちらで飲み放題みたいです。いや、素晴らしいですね。ここで好きなだけコーヒーをついで、この広々とした空間でお茶をいただく、最高ですね。いやー、素晴らしい。素晴らしすぎて、あそこで炎も燃えていますね。で、奥にはこんな立派な椅子と、ここにもあった皿が、夜の景色もめちゃくちゃ綺麗ですね。これは素晴らしい。
はい、3階に降りてみたんですけど、結構いろいろとあります。これは主になんか会社で来た人たちとかの宴会場かな。ここにでっかい石がある。芸術はよくわかりません。蔵王、これは蔵王っていう題名ですので、蔵王連峰の絵を描いたのでしょう。コンベンションホール、ペニの花、こちらもまたなんか団体で来た方がこちらを使うんでしょうね。立派なものです。あんまりじろじろ見すぎても微妙なんで、この辺ぐらいにしときましょうかね。さて、時間になってきたんで、そうそう、夕食会場に向かいますかね。水槽もありますけど、今は特にお魚は泳いでいないのか。これはカレイが下に潜んでますね。泳いでるってよりなんか潜んでるみたいな、そんな感じになってます。で、なんかイソギンチャク的なものがここにありますね。各お部屋はなんかバンチっていう感じで書いてるんですね。井の山ワイン、小物もいろいろあっていい感じです。まあちょっと大きいんで、小物というか大物ですね。ああ全然大丈夫です。すごい、めっちゃいい部屋じゃないですか。いや素晴らしい。あ、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。あ、まずうまくこれ飲みますね。あ、お願いできますか。あ、でもスクリューだから多分手で開けます。あ、じゃあ自分で開けます。はい、重箱のご説明を先にさせていただきます。はい、重箱だこれ、素敵な前菜、これアワビですね。すげえ、はい、こちらご説明だけさせていただきます、はい、三つの小鉢ある方の右上の白色の小鉢、こちら柚子クラゲと菊のおひたしをお用意しております、左上にございます赤色の小鉢、こちら、篠田巻お手前にございまして、こちらの篠田巻の中に魚のすり身とごぼうをお入れしております、上に黒豆と銀杏、あと水昆布という山菜一緒に添えさせていただいております。はい、お手前にございますお花形の小鉢、こちらさつまいもの甘露煮となっておりまして、付け合わせとしてフグのたたきと甘酢漬けという里芋の茎の部分をお入れしております、お手前に白色のソースございまして、こちらラフランスのソースとなっております、2段目にございますのがアワビの柔らか煮となっております。ソースお手前に3種類ご用意しておりまして、白いソースからマッシュポテト、2段目が薄い豆のソース、3段目がアワビの煮汁で作った煮汁ジュレとなっております。あ、3段階に、はい、なってますね。はい、混ぜていただいてもとても美味しくお召し上がりできますので、最後に右手側でございます土瓶に気をつけさせていただきます。はい、お願いします。こちらホタテと
ゆり根新醸、あとは舞茸の土瓶蒸しとなっております。日が消えた頃がお召し上がり時でございますので、お手前の吸い口に取っていただいてお召し上がりくださいませ。ちょっとお好みで絞っていただいてお召し上がりくださいませ。はい、ありがとうございます。いやー、すごいですね。こんな素晴らしい個室に加え、この初手から豪華なものバンバンバンって来ちゃいましたよ。説明はね、スタッフさんがしてくれたんで、それを見てね、ちょっとやってください。で、こちらですね、ダイヤモンド会員特典のハーフボトルのワインでございます。こちらね、乾杯していきたいと思います。でね、飲み物の注文ですね、スマートフォンから注文することができるんですね。いや、進んでますね、文明開化や。後ろにもね、いろいろあるんで飽きませんわ。では画面の前の皆さんも乾杯。美味しいですね。結構果実味というか酸っぱさとフルーティージューシーですね。あんまり樽とかそういうのよりもなんか果実の良さがすごくきますね。献立表はこのようにあるんでね、これを見れば全部わかります。一番上がこれ1の10って言うみたいなんで、これは確か砕けとか言ってたよね。いただきます。美味しいですね。コリコリしてて柚子の香りがふわって香って美味しい。次はね、これちょっと説明忘れちゃったんですけど、すごく美味しそうです。一気にいただきましょう。全部組み合わせることで美味しくなるはず。やっぱ美味しいですね。食感が本当に楽しくて、カリカリしているところもあれば、野菜としてのいい食感がするのもあるし、味も本当に美味しい。ワインとの相性も悪くないんじゃないでしょうか。美味しい。じゃあね、手前の白いやつも食べていきますよ。これは結構シーフードとかもあって良さそうです。味のバランスがいいですね。ではアワビの柔らか煮を食べていきます。アワビね、久々に食べるかもしれない。ソースもちょっと口に含んでみましょうか。完璧ですね。ナイス。アワビ久々に食ったけど本当にうまいな。高級食材って言われてるだけあるわ。豆のソースともね、合わせていきましょう。うまいうまい、めっちゃうまい。豆のいい香りと、豆のいい香りがアワビの癖を消してすごく食べやすくしてくれますね。これは美味しい。次はね、マッシュポテトにつけて食べますよ。マッシュポテトにつけてアワビを食べるって発想がなかったんで、ちょっと面白いですね。食べてみます。うまいですね。これもまたアワビの癖をめちゃくちゃ消してくれますね。本当に食べやすくなった。いや、想像よりも合うんですよ。やばい。下の方にね、結構海藻が隠れてたんでね、これも食べていきます。美味しい。結構コリコリとした食感ですね。こちらのホタテとユリ根の新醸土瓶蒸し、こちらもね、だんだん仕上がってきたんじゃないでしょうか。湯気もね、だんだん出てきて、
で火が消えた頃が食べ頃だってスタッフさんがおっしゃってたんで、その頃に食べましょうかね。これ氷の器なんですね。そうなんです。すっご、こちら右手側の白いもの、こちら紅花を練り込んだ紅花生麩のキュウリバサミとなっております。生麩のキュウリバサミ、はい、ああ右の、はい、そうなんです。真ん中にございますのがトロになります。はい、一番左手側にございます白身魚、こちらブリとなっております。後ろにございますエビが赤エビとなっております。はい、手前の醤油につけていただいてお召し上がりくださいませ。あ、はい。さあ火も消えて食べ頃になりましたので、土瓶蒸しを味わっていくんですけど、まず出汁からねいただきたいと思います。あ、ちょ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 、いただきます。熱っ。あ、でも出汁うま、これやばいっすね。めちゃくちゃうまい。神の出汁だ、神出汁だわ、神出汁。うまい、一生飲んでたい。熱っ。中身もね食べていきますよ。いや本当に美味しそう。炭火みたいなのがありますね。いただきます。あれ、うまいな。ふわふわなんですよ。ふわふわ。本当に美味しい。だしも最高です。うん。では早速刺身等いきたいと思いますが、まずは気になるのはこの紅花麩ですね。美味しそうです。刺身と一緒に並んでますからね。美味しい。こういう生麩的なやつね大好きなんですよ。うん、最高です。次はねマグロ、こちらね食べていきたいと思います。やっぱねマグロってね本当に美味しいですからね。うん、なんか今まで食べたマグロで一番うまいかもしれない。え、びっくりした。すごいうまい。うまみがねすごい広がってくるんですよ。最高です。パイシチュー、はい、大好物なんですよ。あ、本当ですか、はい、よかったです。中にビーフシチュー入ってますので、こちらお手前のスプーンでパイの皮を中に入れながらお召し上がりくださいませ。はい、はい、開運って書いてます。そうですね、そちらの紙に雇用の名前の由来となった釜跡の説明少し書いてありますので。あ、そうなんですね。はい、こちらもよろしければご覧くださいませ。はい、ありがとうございます。私が食べ進んでる間にどんどん料理が運ばれていって、食べるのが追いつかない状態でございます。ちょっと食べるの遅いんでね、そこは勘弁してもらって。うん、食べたブリ柔らかいですね。口の中にすぐなくなっちゃいそう。美味しい。美味しい。赤エビもね食べていきましょう。まあ私はねこうやってワイルドに食べるスタイルなんでね。あ、美味しい。これはナイスなエビですね。こちらね海運パイシチューだそうですので、これ本当に美味しそうですよね。私ねパイシチューがね大好きなんですよ。いやーラッキーです。それでは食べていきましょう。はい、いただきます。
マスギ。中にはねビーフシチューがあってね、本当に美味しいです。赤ワインとの相性も抜群です。こちらの説明もねバッチリ写しとくんで読んでおいてくださいね。すごいめちゃくちゃ霜降り、はい、こちらすき焼きの野菜になります。はい、はい、こちら失礼します。はい、こちらなんですけども山形牛のすき焼きとなっておりまして、うん、10分ほどお時間いただいてるんですけども火をつけさせていただいても大丈夫ですか。お願いします、はい、お肉お乗せしますか。あ、じゃあ使います。すごい、こちらこよオリジナルで作っているごま味噌だれのすき焼きのタレになります。こちらかけていただおかけして火をつけさせてください。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、こちらお肉に見えましたら、はい、卵につけていただいてお召し上がりください。はい、はい、お待たせしました。利き酒セットになります。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、ありがとうございます。すき焼きと一緒にご飯とお味噌汁一緒にお召し上がりになりますか。そうですね、お願いします。はい、はい、お願いします、はい、というわけでね、利き酒セットですね、今回も注文いたしました。思えばこのチャンネルではよく日本酒を飲んでますね。私本当はウイスキー派なんですけども、日本全国旅していると日本酒を勧めるところがどうも多くてですね。というわけでね、飲んでいきましょう。こちらね、黒左衛門っていう日本酒ですね。前情報ありません。あ、吟醸香がすごいしますね、香りとしては。若干炭酸味、純米大吟醸かな。ちょっと見てみます。あ、大吟醸ですね、うん、結構甘口って書いてありますね。よかったよかった、自分の感覚は合ってた。で、次が出羽桜でございます。こちらはふわっとお米の香りがしますね、うん、あ、結構フルーティーでいい香りがしますね。結構素材の味重視というか、しっかりとお米の味がして美味しいです。結構甘みがあります。で、こちらが大山、いただきていきます。純米吟醸だそうです。うん、あ、結構甘みがありますね。甘みがあってフルーティー味はないな。結構それぞれ似た傾向の3種類っていう感じです。なんか吟醸香が すごいするのが黒左衛門で、他がちょっとなんか吟醸感が減って、その分なんかこう素材の味がいい味がするみたいな、そういう印象がありますね、自分は。とりあえず今回も同じことを言うんですけど、
私は日本酒あまり詳しくないので参考程度に聞いてください。失礼します。はい、お願いします。こちらお味噌汁になります。ですね、はい、ご飯の方が山形県産つや姫使用しておりまして、お味噌汁なでこと岩のりのお味噌汁となっております、うん、あ、美味しそう、はい、漬物のお手前にございますのがさくらんぼの塩漬けとなっております。あ、塩漬けなんですね。これそうなんです。こちらもよろしければお召し上がりください。 ありがとうございます、はい、ご飯のおかわりもできますので。あ、了解しました。はい、失礼いたします。はい、どうも。さあ、すき焼きもだんだん煮えてきましたので、ぼちぼち食べていきましょうか。うわ、めちゃくちゃ美味しそうだなこれ。やっぱね、お肉からいただかないといけないっていうなんか礼儀作法があるような気がする。これは温泉卵をねつけて食べるらしいです。まず肉から。すごいなこれ。やべえ。うますぎる。いや、一回食べてほしい。うまさの暴力です。あ、野菜もね、本当に美味しい、うん、あの最高っす。うん、味噌汁も本当に飲みやすいです。温まる。いやー、うますぎ。すき焼きってうまいな。うん、うまっ。日本酒もバッチリ合いますね。いい。はい、今ご飯をおかわりしたんですけど、目的はこれです。よいしょ。いや、この残った旨味の残ったタレにご飯をぶっ込むというわけですね。いや、やっぱこれですよ、この食べ方。自分はこういう飯の方が合ってますね。まあ、出汁は高級なんですけどね。いただきます。まあ、ある意味締めっぽい感じですね。当然うまいですね。もう、あの、うまいに決まってます。こんなんうまくて当たり前です。最高。うめ、最高っすわ。なんとね、あの、お土産に七色橋っていうのをもらって、これそれぞれ著名人が書いたお皿をね、印刷された箸をね、いただいちゃいました。帰ってね、使いましょうね。で、こちらね、デザートのプリンでございます。やっぱプリンってね、うまいっすよね。そのまま食べても美味しいんですけど、このカラメルソースをかけると、まあ味が変わってお好みでっていう感じになるんでしょうね。それではいただいていきたいと思います。では、いただきまーす。めちゃくちゃ届きますね。バニラの香りもすごくいい感じです。ちょっとかけてみましょうか。
ちょっととろっとしますね。うん、このほろ苦さがね非常に良いです。うん、お茶もね飲んでいきましょう。合う、最高っすね。めっちゃいいっす。ごちそうさまでした。大変惜しかったです。じゃあお部屋に備え付けられているお菓子でも食べていきますかね。これ多分クッキーなのかな、なんか小用さんのオリジナルのお菓子っぽいですけど、食べていきましょうかね。うん、乾燥剤が入ってる。なんかクッキーとおせんべいとモナカの間ぐらいの食感ですね。あ、でもこれ好きかもしれない。美味しいな。ちなみにここの下の売店で買えるみたいです。下でもらってきたコーヒーと食べます。うん、しっかり合いますね。和風ピーカンナッツチョコレート。チョコレートで和風を表現するってなかなか難しそうな気がしますけど、どうなんでしょうね。なんか見た目が可愛らしい。うん、うまい。ナッツとチョコがめちゃくちゃ合ってる。なんかうまいわ。こちらの山形県産バーってのがあるんですね。よぴかり。こちら山形弁で夜更かしを意味するそうですね。山形県産のお酒をいろいろ出してくれるみたいですね。こちら山形県初のウイスキーだそうで、こちらファーストエディションなんですね。シングルモルトウイスキーで、これバーボンダルなんですね。バーボンダルって書いてある。でこちらがセカンドエディション。こちらは樽の情報が書いてないですね。でこちらが、サードエディション、2週間前に発売されたようなことを、あ、そうですね、水菜だるのいい香りがするという。でこちら、スタンダードボトルにしたいそう でこちらもバーボンダルで熟成したようですね。バニラのような甘い香りが、特徴ということだそうです。ちなみに今回ですね、このユーザーのファーストエディションをいただくんですけど、こちら62度あって、カスクストレングスなんですね。ウイスキーは度数が高いほど美味しいと言われてましてですね、楽しみでございます。一応あの箱カードですもんね、いろいろと情報が読み取れるわけです。ディステラード、これはねナチュラルカスクストレングスと、あと、ボトルインジャパンで、ノンチレフィルタード、これは、ろ過をしていないということと、あとノンカラード、着色してないです。カラメル色素で着色していることはウイスキー多いんです。これはしてないっていうことですね。ではいただきます。いや、若干アルコール感があるのはやはりカスクストネングスだからでしょうか。でバーボンダル由来のバニラ感、水菜っぽい感じが若干するか。
トロピカルフルーツ感があります。うん、あ、これは砂糖、トロピカルフルーツって感じです。ちょっとピリッときますね。辛みはありますね。辛みとトロピカルフルーツ感があります。やはりちょっと62度は少し辛いですので、若干加水しましょう。周りの反応どうするの？こればっかりのしょ。これうまいね。うん、甘くなりましたね。飲みやすくなりました。ちょっとぶどう感みたいなのが、加水するとアルコールに隠れていた他の果汁感ちょっと言葉変えちゃいますけど、果汁感、柑橘梨系に加えてブドウ感も少し感じますね。これを例えるならですね、マンゴーとかの糖度の高いフルーツをドライフルーツにしたら、なんかこう砂糖感がジャリジャリになったみたいな、そんな印象を受けますね。非常に甘くて美味しいウイスキーだと思います。ちなみにピートとかはないですね。樽の味がよくします。飲みやすいウイスキーです。サードエディションをね、こちらにサービスなんといただいちゃいました。こちらね、いただいていきますね。こちらね、あ、ちょっとピートの香りがします。ピートの香りがしますね。これ水菜だろって聞いたんですけど、まずピートが来ました。で、まず食うのはピートと、あとは奥に甘さ、うん、水菜ちょっと逆弾と、あと砂糖、ドライフルーツ、マンゴーとかその辺のトロピカルフルーツですね、その辺の香りがしてきました。これはいろんな味がしますね。複雑になっています。さっきはセカンドインでした。ちょっと甘さがすごいんですけど、それがちょっと単調になってたかもしれないです。こちらは複雑にいろんな味がします。さらにね、こちらの2023もいただくことになりました。こちらもね、ノンカラード、ノンチルフィルタードとなっております。で、アルコール度数は 51% なんで、さっきに比べるとそんなに度数がないみたいですね。こちらの、ね、サービスでなんといただいちゃいました。いやー、こんなにもらえるなってバチにも当たんないかな。香りいただきますね。そんな香ってこない。奥の方に、奥の方にラズベリーとかベリー系の香りがしますね。そんなに香りがしない。ちょっとクリアでふわっと香っています。ふわって香ってくるのがさっきと同じドライフルーツで、ちょっとチョコレートが後味としてきますね。なるほど、アルコール感はあんまり感じない。ちょっとビターめな、例えると
柑橘、オレンジの入ったチョコレートって感じかな。いやー、私がいろいろ語るものですからね、なんか喜んでいただけたのか、こんなにいろいろ出してもらいました。最初の一杯だけ私は注文したんですけどね、いろいろともらっちゃいましたね。ファーストエディションまでね、いただいちゃいました。こんなにいただいていいんだろうか。ちょっと原子が若いか、アルコール感結構きますね。ちょっと荒々しい、若い。でもなんか奥の方に甘さが結構きて、しっかりバニラが香りますね。これもこれで美味しい。でもこれはこれでバランス取れてますね。ちょっとした若さによる荒々しさとバニラが、それではそれでバランス取れてます。こちら口説き上手ジュニアの小川工房ってなんです。これ磨きが30、大吟醸なんですね。やばいです。こちら飲んでいきましょう。いただきます。ちなみにこれもまたサービスで出してくれて、マスターに頭が上がりません。マジモンのマスカットだな。フルーティーなんてもんじゃないですよ。マジジュースっす。ジュースですよこれ。すごっ。飲みやすいってレベルじゃないですよ。さて、お酒もたくさん飲んで飲んでです。滑舌が、お酒もたくさん飲んで眠いので今日は寝ます。おやすみなさい。7時16分ですね。これからね、朝食を食べてお風呂にまた入りたいと思います。よろしくお願いします。で、これ朝の景色なんですけど、雪めちゃくちゃ降ってますね。今日生きて帰れるかな。では朝の大浴場入っていきたいと思います。朝は1階の方ですね。そばにこんなでっかい太鼓があります。編集中の金パミです。1階の紅花の湯はこんな感じで開放感が最高。左下にあるのは鎌倉サウナというマイナス5度ほどの超低温のお部屋ですが、この日は外が寒かったので正直外にいるのと大差ありませんでした。夏の日ですとかなり楽しめるかもしれませんね。いい湯でした。はい、朝の入浴が終わりまして朝食を食べるわけなんですけども、朝食会場は紅の花というところにあるそうですね。行ってみましょう。プシッ。なんか昨日の夜この辺撮影してたような気がしますね。普通に朝食会場として朝はやってるということですね。朝食会場はかなり広いですね。ビュッフェ形式でございます。会場から見る雪景色もこれなかなかじゃないですかね。素晴らしいです。
ご機嫌な朝食です。何か食べようかな。とりあえず野菜から食べますか。うん、うまい。おひたし、おひたし、卵焼きね、本格的にやってたんで楽しみです。うん、バッチリです。完璧。フレンチトーストもね、食べていきましょう。うん、最高。シナモンとかかかってきていいアクセントになってます。肉じゃがもね、食べていきましょう。うん、しっかり出汁が出ると美味しいですね。豆腐ですね、このままつるっといっちゃいましょうか。うん、しっかり豆の味がして美味しい。パンもね、しっかり食べてきます。うん、美味しいね。バターはどうなんですけど、本当に美味しい。卵と一緒に、うん、バッチリ。味噌汁持ってきました。やっぱ味噌汁には癒されます。最高です。カレーライス持ってきたんでね、もりもり食べます。うまい。カレーは安定ですね。ラーメンが、山形県がラーメンの消費量日本一ということで、ラーメンもいただきます。しっかりと美味しいラーメンです。本格的。ごちそうさまでした。外も明るくなってきてね、蔵王連峰も見始めましたね。一応雪は降ってるんですけど、見晴らしが良くなりました。さあ、帰り際にまたこちらの温泉も堪能いたしますね。はい、お風呂から出たわけなんですけども、チェックアウトがですね、11時までになります。それは一気のダイヤモンド会なので、10時から11時まで伸びたというわけです。というわけでね、お部屋でもうちょっとゆっくりします。結局ですね、お部屋の中にあったこの楽焼きってやつが惜しかったんで買ってきちゃいました。生放送でね、食べられたらと思います。